今川義元は徳川家康の大恩人？文武両道最強大名の真実。今から20年くらい前までは今川義元の評判はひどいものでした。多分志村けんのバカ殿と白塗りおはぐろのイメージが見事にかぶったのでしょうが、権威主義的で室町的価値観の体現者で、それが革新的な若い信長に打たれるという筋がテンプレ化していたように感じます。しかし実際の今川義元はバカ殿どころか徳川家康の大恩人で、文武両道の最強大名だったのです。後継者争い、花倉の乱を勝ち抜いた有能な侍。今川義元は戦国大名の初代にカウントされる今川氏親の五男として誕生します。家督は兄の今川氏輝が継いでいましたが、その氏輝が天文5年1536年に24歳の若さで死去し、子供もいないので僧侶となっていた仙岳商法義元と兄の源光慶旦が家督をめぐって争い、義元が争いを制しました。ここで勝利した義元はそれまで敵対していた武田信虎と結び、領国経営に乗り出し、父氏真が制定した今川金目録に追加した金目録追加を制定して領国内の法治主義を徹底します。同時に自身の教育係でもあった大元節斎を軍師として三河侵攻を本格化させ、皇庫の憂いを断つべく武田北条と公孫駿三国同盟を結びました。このように今川義元は大国をなんとなく継いだような白塗りのボンボンではないのです。決して高い国高ではない今川領が繁栄した理由。今川義元が領国とした駿河、遠江、三河の三カ国の国高は低いものでした。戦国時代は何といっても国高の大きさがものを言う時代です。それなのに国高の低い今川義元はどうして東国でも最強を誇ったのでしょうか。その大きな理由は東海道の物流の掌握でした。戦国時代から東海道は物流が盛んで、太平洋沿岸航路もかなり発達していました。義元は街道の宿や港を掌握して関税をかけ整備し、商品流通を盛んにすることで財源を確保していたのです。それはかなりの繁栄ぶりで、今川氏の城下町の駿府は多くの商人や職人が集まり、その人口は1万人を超えていたそうです。商人のことは商人に、商人頭の登用。もう一つ、今川義元は適材適所を重視していました。例えば駿府の商人については侍が支配するのではなく、豪商の友の次郎兵衛を商人頭に任命して、商人のことは商人に任せています。また見附という土地の商人に対しては、年貢100貫を150貫にすることを条件に町の自治を認めていました。形式重視ではなく、万事能率が上がるように義元は工夫をしたのです。配布記法を導入し、金山収入も増加。それから金山の採掘にも今川義元は積極的に取り組んでいました。すでに義元の父の今川氏親の時代から、領内には安倍金山、井川金山がありましたが、採掘量はそんなに多くありませんでした。ここに義元は配布記法という新しい鉱山技術を導入した結果、金の採掘量が大きく向上します。配布記法とは、金銀を鉱石から一旦鉛に溶け込ませ、それから温度を上げて鉛と金銀を分離する方法で、1533年に朝鮮半島から博多に伝来しました。当時の最新技術をいち早く義元は領内で採用したのです。その資金力で京都から多数の公家や文化人を招くことが可能になり、和歌やレンガや蹴鞠のような雅な京文化が駿河に流れ込んできたのです。今川義元の白塗りもおはぐろも今から見るとバカ殿ですが、当時は日本の最先端のファッションであり、それもこれも義元の領国経営の手腕があってのことなのです。徳川家康に英才教育を施した大元節斎、そんな最強戦国武将今川義元のいる駿河に人質としてやってきたのが松平竹千代、後の徳川家康でした。
ここで家康は8歳から19歳までの11年間、人質として大元摂斎の教育を受けていました。摂斎は家康に劣等感を植え付けたりせず、兵法ばかりでなくリーダーの心構えや義元の領国経営など現実に即した実践的な学問を与えました。摂斎はもともと義元の家庭教師でもあったので、その教師としての手腕は見事なものだったのです。徳川家康にとっては人質とはいえ、後に天下を取るまでに必要なノウハウを他ならぬ今川義元が与えてくれたということになるでしょう。桶狭間で負けたからってバカにするなよ。そんな今川義元は桶狭間で織田信長に撃たれてしまったことで大きく評判を下げることになってしまいました。まるで義元が信長をなめきって必要な警戒を怠り、逆に信長は慎重で情報収集に長けていて、情報収集能力の差が2人の命運を分けたように言われますが、実際には信長は桶狭間に義元がいるとは思ってなく、攻め込んでみたら義元の本陣だったのでラッキーという感じだったようです。そういうことも含めて信長が何かを持っている人であり、義元が持っていない人とは言えるかもしれませんが、義元の実力が信長をはるかに下回るとは言えないでしょう。戦国時代ライター川嘘の独り言。桶狭間の敗北とバカ殿メイクのおかげでおちゃらけキャラになりがちな今川義元の真の実力についていろいろ述べてみました。これまで静岡といえば徳川家康でしたが、最近は郷土の英雄として今川義元も強力プッシュしているようですよ。